はい、どうもこんにちは、ホステルと申します。今日もね、ギャロップレーサー7で遊びながら、先週の G1 オークスの見返りと、いよいよ今週末に迫った競馬の祭典、日本ダービーと予想しながら、遊んでいこうかな。では、よろしくお願いしますね。まず先週の振り返りなんだけれども、僕、デアリングダクトを本命にするって言って、まあ、一着は見事に的中したわけよ。まあ、単勝 1.6 倍だったから、まあ、そこまで自慢できるようなことでもなくて、まあ、自慢する気も全然なくて、っていう感じなんだけれども、で、3連単で、まあ、ウィンマリリン、2着のウィンマリリンね、当然入れていたわけなんだけれども、3着のウィンバイティ、13番人気のアダウマで、この馬は入れることができなかったんだよね。で、そして、その他にも、ウィン・マリリンの3連複軸一等流しと、あとスマイルカナの3連複軸一等流しを持っていたんだけど、これも当然のことながら、ウィン・マイティを入れることができていなくて、外れっていう感じだったよね。入れていた方は、一体どのようなポイントを重視してウィン・マイティを入れることができていたのか、ウィン・ウィン馬券っていうのがツイッターのトレンドにそういえばなったよね。ウィン軍団の2頭が3着に入ったっていうことで、それ絡みで買っていた人って、まあ、案外いたのかもしれないよね。似たような事例で、俺ここ最近名将軍団の多頭出しにハマってるんだよね。名将軍団多頭出しは人気のない方が来る説みたいなのが俺の中にあって、それでしばらく馬券買ってたんだけど、俺が意識し始めた途端に来なくなってで、買うのやめちゃったわ。2、3週ぐらいかな。最初の週はそれでプラスになったのよ。名将軍団多頭出しの説。で、生まれ流しで、名将軍団と、人気のない方から総流しかけたりとかして、勝ってたんだけど、それがね、2、3週で破綻してしまったという。なんかね、競馬の法則って、意識した途端にさ、来なくならない？去年までは、この馬が優勢で、とか、この G1 ではこの馬が、みたいな、のってさ、意識された途端に応されるよね。俺そのパターンでいつもなんか外れてるような気がする。で、結局3連携、オークスの3連携の馬券は全て外れてしまって、同じ日のね、新潟のメインが先着だったじゃないですか。僕新潟の先着がすごい好きで、外から買えば結構有利っていうのはもう周知の事実なんだけれども、外の馬の人気薄から買うとかっていうのも結構好きなんだよね。で、確かね、ライオンボスが買ったよね。ライオンボスが買って、で、ライオン、まあ人気薄って言ったそばからなんだけども、ライオンボス頭の3連複軸1等だが絞ってて、で、相手何頭入れてたかな、7頭とかなんだけれども、まあ、若干プラスになる程度の頭数で勝ってて、それでプラスになった分をオークスで追加購入して、デアリングタクトからの流しでスマイルカナとウィンマリリンとクラバシュドールの3点流し、生まれんね、に均等に振り分けて流してて、それのおかげで、まあ、傷は軽く収まったっていう感じかな。3着のウィンマイティを当てることができなかったのが、オークスの一番の反省点だね。まあ、それ以前に3連携馬券ばっかり買うのやめろっていう話なんだけど、それだと。けど、俺今までで、ね、3連単でね、美味しい目にあったこともあれば、辛い目にあったこともあるっていうような感じで、まあ、辛い目にあったことあるっていうのが9割以上なんだけど、だからね、三連携馬券ででかいのを当てるまではやめられないという感じで、まあ、三連複のフォーメーションは今後もやっていくんだけど、まあ、オークスに関しては4着のリアーメリアすらもフォーメーションの中に組み込むことができなかったので、まあ、馬券の結果としては、まあ、かなり反省点が多いね。というか反省点しかねえわ。喋りながらやってたらやべえぞ。名声オペラ頑張ってくれ。追うのが遅れた。足だいぶ残っちゃうね、これ。ゲームの方にも集中していかないと。俺さ、オークスの結果の方の画面ばっかり見て、今、ゲームやってたわ。ゲームが上の空なんだけど。
名馬にとんでもない着順を与えてしまった6着。これ主戦下ろされるんじゃね。で、人気を集めたデゼルね、オークスで、まあ、話をオークスに戻すんだけど、前回の動画の時点で1枠1番だからっていうぐらいしか、まあちょっと買うような理由が俺の中にはなくて、詰まったローテーションとかで不審な前走のトライアルね、不審と言ったらどうなんだろう、俺そこまでデータ集めていねえんだけど、まあ危険な人気馬だったっていうのは、まあ終わってみればなんだけれども、そんな感じだったかな。終始後方で、で直線に入っても伸びてこなくてね、デアリングタクトはそれと対照的に内開くのを待って、まあ危なげのあるようなレースぶりだったにもかかわらず、最後はね馬の能力でしっかりと馬群を割って伸びてきたんだけど、っていうようなレースっぷり、ジョッキーも馬に助けられたと言ってたしね、完全に前有利の展開の中で最後伸びてきたと。デアリングタクトが2着に入ったウィン・マリリンや3着に入ったウィン・マイキーは結構前の方で競馬してて、まあ、その他、まあ、前有利の展開だったにもかかわらずスマイルカナ、まあ、前有利の展開っていうか馬場かなにもかかわらず最後スマイルカナはちょっと沈んじゃったんだけど、やはりね前行った馬が結構1頭2頭は馬券圏内に残ってるっていうのが今の東京競馬場だよね。ということを踏まえて、今週いよいよ明日に迫ったダービーの予想もしていきたいかなって思う。では続いてダービーのね、ちょっとまた手元の iPad の表示をオークスの結果からダービーの出馬表に変えましょう。ちょっと待っててくださいね、レースが終わるまで。はい、続いてダービー開いて、結局このままカラッと晴れたままの状態で本番を迎えることができるのかな、どうなんだろう。天気予報は今から確認してみるんだけど、まず、まあ、どうしても中心になってくるのが3枠5番のコントレイルと6枠12番のサリオスだよね。皐月賞での1、2着だ。この2頭がどうしても中心になってくるんだけれども、その中から穴馬を探していこうかなと思ったんだが、正直ね、先週のオークスと比べて上位2機がもうかなり信頼度が高いような気がするんだよね。だからこの2頭はどうしても外せない。で、外さないっていう風になると、今度はね点数を絞らないとトリガビーになってしまうかもしれないっていうリスクが非常に大きいよね。なので3連単フォーメーションで買うにしても、1着コントレイル、2着サリオスで、3着に5、6頭みたいな、そんな感じの買い方になってくると思う。点数を抑えていかないと仕方がないっていう気で感じだよね、まあ、それかもしくは3連携を鼻から買わないか。まずね、先週のオークスとの違いは進行勢力が出てきてないんだよね。オークスの場合はデゼルっていう馬が前哨戦勝ち上がって本番に歩を進めてきたわけじゃないですか。今回は前哨戦使ってた馬が皐月賞とかホープフレステークスとかで結構ね勝負付けが済んだような感が否めないっていうのが一番のポイントだよね。だからコントレール、サリオス、この2頭が揃ってレーンを外すことはほぼありえない、むしろワンツーもありえるんじゃないかなっていうような雰囲気にはなってきてる。で、その中において3着探しをするとすれば、やっぱり内枠からになってくるよね。ルメールが乗るワーケアとか、まあ、あとは里のインプレッサとかもね、1枠1番まだ見限れないかなっていうのは少しある。あとはオッチ的な妙味があるのは、ちょっと外枠の方になっちゃうんだけど、
サツキ賞3着のガロアクリーク。これ今現在で12番人気っていう風になってるんだけど、手元の iPad の出馬表だと。これかなり軽視されてるよね。ガロアクリーク俺正直5番人気以内ぐらいには入ってくるんじゃないかなと思ってて、それが今12番人気っていうことは相当、まあ、美味しい部類だよね。血統だけでもしかしたら嫌われてる部分もあるのかもしれないけど、この時期の3歳はね、あんまり正直短距離血統とかそういうのはそこまで影響しないと思うんだよね。ダービーに関しても今回スローの瞬発力勝負が同行になるようなメンツになってて、逆に短距離血統はプラスに働いてもおかしくないような感じはする。瞬発力勝負になった場合、まあ、俺の考え方自体は間違えてるかもしんねえけど、スプリングステークスでは一応33秒台の上がり使ってるしね。なのでまずは穴馬として美味しいかなっていうものはガロアクリーク。そして青葉将組のバルコスね、現在9番人気。トライアル組からの中だったら青葉将がね、勝ちタイプも優秀だし、普段本番に結びつかないトライアルとはいえ、今回はちょっと注目しておいた方がいいかもしれない。トライアル組からだと京都新聞杯がね、一番例年では結果を残してるんだけど、今年はどうなんだろうね、京都新聞杯組。レベルで言ったらそこまで高いのかどうか。勝ち馬のディープボンドにしても、皐月賞ではね、コントレールとサリオスにやられるどころか2桁着順だったわけだし、京都新聞杯の結果を見て思ったのが、皐月賞組の強さがより際立ってしまったのではないかっていうような風な感じになっちゃったので、だからまあ現在ディープボンドは5番人気なんだけれども、もしかしたら消すかもしれない。もう少し人気が下なら逆に抑えたっていう感じだと思うんだけど、もしかしたら消すかもね。で、あとは人気どころで言うと、皐月賞直行組の里のフラッグ、彼はもともとダービー向きっていう風な評価をされてたので、まあ、ここでもねしっかり抑えておかないといけないっていうのはある。おっと、グラスワンダーの騎乗が回ってきましたね。ゲームの話急になるけど、強い馬はどんどんお手馬にして、今後オリジナルホースも作れるようになっていくんでね、そうなってくるとこのゲームさらに面白くなってくるから、まあ、SS ランクの馬が出てないレースはまあ騎乗しないでいきましょう。サクサクねオリジナルホース作れるまで行きたいんで、っていうようなことを考慮すると、3連単フォーメーション、1着5番ゴンドレイル、2着に12番サリオスで、3着には里のインプレッサ、ワーケア、あとはガロアクリーク、里のフラッグ、バルコス、あたりの5点を厚めに買いつつも、まあ、当然穴も狙っていきたいっていうことで、まあ、3連複軸一等流しになってくるんだけれども、その場合、まあ、人気も考慮すると里のインプレッサとガロアクリークから流していこうかなっていう感じになります。まあ一番はやっぱり馬券関係なくダービーを楽しむことかな。無観客のは残念だけど、まあ、一生に一度訪れるかどうかっていう貴重な機会を馬券度外視で楽しんでいきたいかなっていうのが一番かな。とは言っても外れたらやっぱり文句言うんだろうとかって思っちゃう方もいるかもしれないけど、俺って結構自分で説得力ある方だと思ってて、どういうことかっていうと、俺って馬券買える年になる前から競馬見てるんだよね。だから終始度外視って言っても結構ね、ある程度は信頼してもらえるかなっていう基盤は自分の中では正直あると思ってるから、ちょ、また マイク下がってるんだけど、グラスアンダーはねぶつけちゃうとマイナスアビリティ発動しちゃうんで、
ただ能力の差で差し切ってくれることを祈る。俺の気性がバズかった、すまない。しっかり来たね。接戦バルの一瞬のキレを発動させてスピードとスタミナに補正を与えて最後突き抜けていくと。まあただ先週のオークスのね、また競馬の実際の話に戻して、先週のオークスのことも考えるとコントレールから少し馬連で勝っとくってのもありだよね。でまあダービーを楽しんでいくと、競馬関係者の方たちにとっても特別な日だよね、当然のことながら。明日で1年が終わって、で明日からはまた来年のダービーに向けた戦いが始まっていくっていうような感じになってくる。1年の節目だよね。まあ明日は競馬ファン皆様テレビの前でお祭りを楽しむっていうことで、僕もね馬券しっかり当たるように頑張ってこれから予想していこうかな。当日の馬場状態とか、あと馬体重もそうだけど、当日になってからわからないような部分も結構やっぱりあるんでね、競馬には。はい、というような感じですね。まあ予想で言うと、先ほども申した通り3連単の1着固定、1着と2着の固定からの5点申し上げたかな、流しでプラス3連符の軸1等流し穴目からっていうような感じになってきますね。でプラス馬連を買うかどうか。でさらにね、来週の話をちょっとしちゃうと、来週安田記念だよね。ここにまた中2週でアーモンドアイが出てくるわけだけど、 G1 の予想さ、俺この動画始めてから本命にしてるのが全部一番人気だけど、それがちゃんと来てるよね。来週も多分ね、俺アーモンドアイを本命にすると思う。アーモンドアイ好きだし、ぬいぐるみ抱えて中継見るほどアーモンドアイが好きなんだよ。まあだから来週もぬいぐるみ片手に安田記念の中継を見ることになると思うんだけど、唯一の不安点があるとすればやっぱり中2週っていうことだよね。今まで中2週の経験ってあったっけ、ちょっと覚えてないんだけれども、まあ王道路線に乗り始めてからは結構間隔を空けて使われてて、馬自身もね一層一層全力を尽くすタイプだから、中2週っていうのだけが不安要素にはなってくる。付け入る隙、そして付け入られる隙があるとすれば、そこのみになってくるね。疲労がどのぐらい残ってるか。これもやっぱり当日の気配を見ながら慎重に判断していきたいところだよね。インディーチャンプとかマイル路線の競合も揃い踏みだから。だからもしかしたら去年のような感じでまた土がついちゃう可能性も正直言ってゼロではないですよね。あ、クリス負けちゃった。もうこの馬に関しては、今操作してるゲームの馬ね、能力のピークを過ぎてて、そろそろ繁殖に回さないといけないっていうような感じになってきた。この負けたのをいい機会に、これで引退させちゃうっていう手もありだよね。ここから先が本当に色々なオリジナルホースを作れるようになってきて、ゲームとして面白くなってくるところかな。まあ、先週、今週、来週と見どころのあるね、主役級の馬がどんどん出てくるので、無観客は続くとはいえ見逃せないよね、これから先の競馬も。というような感じで今回は締めさせていただきたいと思います。そうだな、引退レース、香港、スプリントにしよっかな。香港マイルの方は、確か今お手は待機シャトルが登録してるんで、スプリントの方に出しちゃおう。それで引退にしよう。次回以降はもしかしたらオリジナルホースを作れるような状態になってるかもしれない。というところで今回はここで終了とさせていただきます。皆さん明日のダービーぜひ楽しんでいきましょう。はい、でもご視聴ありがとうございました。